ご視聴ありがとうございます。なお今回のシリーズでは、前回に引き続き、あの懐かしい1980年代のファミコンの出来事について、全4回に分けて公開させて、いただきます。今回の動画では、1986年のファミコンの出来事について、紹介させていただきます。コビン公式ブログにも、この動画の記事が掲載されていますので、ご興味のある方はぜひご参照ください。よろしくお願いいたします。1986年1月、家庭用ゲーム機が、人格形成に問題を、起こすという議論が始まる。今でも続く、ゲームは、悪影響議論だね。新聞で確認できるのは、1986年が、最初なんだ、ファミコンが発売されて2年半後だね。新聞の記事によると、子供たちにファミコンを遊ばせたい、推進派の意見は、子供たちをコンピューターに、馴染ませるきっかけになるから、ファミコンの触れることは望ましいこと。そして反対派の意見は、人間が機械に向かう前に、人間同士の付き合いを学ばせることが、必要、子供のうちからゲーム機にばかり熱中するのは、人格形成上問題が、多いのでは。というもの、この当時、小中学生の3人に1人が、ゲーム機を持っていると記事に、出ているね。影響が大きくなってくれば、不安に思う声が出てくるのは、当然といえば当然、小学校の朝礼で、校長先生が、ファミコンのソフトをたくさん持っていることを、自慢するのはおかしいことですよ。と生徒に話した、ということまで記事に書かれているよ。当時の記事からもわかるように、大人たちが、真面目に議論し始めるほど、ファミコンの影響が大きかったとも、言えるね。この頃の子供たちは、ファミコンソフトをたくさん持っている友達の、家に遊びに行って、みんなで、ワイワイゲームしていたけどね。ある意味、ファミコンが、子供たちの中でのコミュニケーションツールだったからね。僕は、母親からゲームは1時間までと、制限をかけられて、ファミコンの置いてある部屋に、鍵をかけられてしまってたよ。まあ、ひっそり入り込んで、遊んでいたけどね。1986年1月、裏スーパーマリオブラザーズの、流通で業者逮捕。偽物のファミコンソフトを、作った業者が、摘発された全国初の、事例だよ。大ヒットしていたスーパーマリオブラザーズの、偽物といっても、内部の IC チップのメーカーや、パッケージの色が少し違うだけで、画面の乱れもなく普通に、遊ぶことができたんだ。問屋にこの偽物のカセットを、5000本持ち込み、1本3000円で下ろそうとしたんだけど、これをおもちゃ問屋が怪しく、思い、警察に通報して事件が、発覚したそうなんだ。容疑者は、クリスマス商戦を当て込んで、1万本を東京や群馬、埼玉の部品工場に、依頼して作っていたとのこと。ブームに偽業者は付き物、ファミコンブームが本格化してきたと、言っていい事件だね。1986年3月、ファミコンの、中古ショップが登場し始める。今ではすっかりおなじみの中古ソフト販売店が、登場したのがこの時代だよ。ただ、今とはシステムが違うのが興味深いところ、新聞記事に掲載されていたのは、ソフマップが1985年10月から、中古のファミコンソフトを、引き取る事例だよ。これは古いファミコンソフトと、新作のファミコンソフトを、交換するサービスなんだけど、新品の定価が4500円なら中古ソフト4本と、交換、5500円のソフトは、中古ソフト6本と交換するというものなんだ。どんなソフトでも1日だったことがちょっと、驚きだね。引き取られた中古ソフトは、人気度に応じて低価格で、販売されていたよ。今ではゲームの中古ショップすら、見慣れなくなったね。懐かしい、個人事業のおもちゃ屋さんも、いつの間にかなくなってしまったもんね。1986年3月、ディスクシステムの、受注残が100万台超す。2月に発売されたディスクシステム。ファミコン自体がまだまだ売れているドタバタの、中、ディスクシステムを売り出したせいで、需要と供給のバランスが、全く取れない状況になってしまったんだ。発売後1週間で、出荷した10万台の、ディスクシステムが売り切れてしまい、任天堂への受注残が、100万台を超えるという地獄のような状況になってしまったんだ。上村部長、大変そう。これを受けて任天堂は、月に20万台作る計画を、38万台に変更すると発表。だけど当面は、品薄解消に追われる事態になってしまったんだ。ディスクシステムは、流行らなかったとよく言われるけど、手に入れられない人が多すぎて、自然とブームが沈静化してしまったのでは、ということも言われていたんだ。僕は、何軒もおもちゃ屋さんを回って、なんとかディスクシステムを手に入れることができたよ。1986年は、小学校でのディスクシステムも、話題で盛り上がっていたよね。おもちゃ屋さんには、ディスクステーションが置かれていて、ワクワクしながら、ディスクの書き換えをしたよね。1986年3月、攻略本ブームで、ゲームメーカーと、出版社がバチバチの状態に。任天堂が、ファミコン雑誌や攻略本を、出版する会社に対して、これ以上、ソフトの内容を、公表しないように。と申し入れたことが新聞記事になっているよ。任天堂の主張は、推理型のソフトが増えているのに、攻略本や、新東写真に似て詳しく、解説した攻略本が、続々出版されているのは、推理小説の犯人を、教えるようなもので、ソフトの売れ行きに影響する。ということらしいんだ。でも、攻略本があるからソフトが、売れているのも事実で、出版界は、何を今更と反発、今でこそネットがあり、ユーザーによってどんどん情報が公開されているので、信じられない事例だね。その後、任天堂は、売れ行きにスライドして、徐々に情報を、公開するように、協定を申し入れることにしたらしいよ。1986年3月、スーパーマリオアイスや、お菓子を、
雪印とロッテが発売する。この頃から、ゲームキャラを使用したお菓子が、相次いで市場に登場するんだ。雪印乳業は、3月にスーパーマリオをキャラクターに使用した、棒アイスを1本100円で、発売。さらにロッテは4月に、スーパーマリオをキャラクターに、使ったチョコレートを、50円と100円の2種で、発売した。発売した理由は、いずれもゲームを遊ぶ層と、お菓子を食べる層が一致しているからです。儲けますよ。それに、あまりにもファミコンブームが、凄すぎて、菓子会社の営業からは、菓子需要の一部がゲームソフトに、流れているのでは。というとんでもない意見が新聞記事に掲載されているよ。1986年7月、ファミコンが、映画になり東宝と松竹が、激突。人気のファミコンソフトがアニメになってこの年の、夏に東宝系と松竹系両方の、映画館で激突したんだ。東宝系が公開したのは、アニメのランニングボーイ、スターソルジャーの秘密と、実写映画のゲームキング、高橋名人 VS 毛利名人の、2本立てだよ。この実写の映画では、今や伝説となっている、高橋名人が連射で、スイカを歩くだりがあるよ。おお懐かしい、高橋名人の牛肉連射。一方、松竹系の方は、アニメスーパーマリオブラザーズ、ピーチ姫救出大作戦、ともう一本、スーパーマリオ2攻略法が、上映されたよ。スーパーマリオ2は、こう何にでもゲームとして有名だよね。映画館で攻略法を、流すという、斬新な方法を取った今では珍しい映画だね。東宝系の映画で、スターソルジャーと高橋名人 VS 毛利名人とは、当時のハドソンの勢いが、感じられる逸話だね。その後、ハドソンが消滅してしまうとは、夢にも思わなかったよ。この映画って、今でも見れるんだろうか。映画会社までゲームとの、コラボとは、ブームって恐ろしいね。1987年8月、コナミが、音楽キーボード付きソフトの、ドレミッコを発売。ビートマニアで、音ゲーブームを作り上げたコナミが、ビートマニアの2年前に、発売していたファミコン専用の、音楽ソフトだよ。36件のキーボードと、セット販売され、価格は8980円。実際に鍵盤を弾いて演奏もできて、画面上の鍵盤の動きに、合わせて、曲を練習できるモードを、搭載していることから、ビートマニアの外行っても過言ではないね。1986年8月、ファミコン買ってやると、連れ出す誘拐事件発生。広島で起こった誘拐事件だよ。当時10歳の男の子が、僕ファミコンが欲しいのかい？買ってあげるよ。と連れ出され、2億円の身代金を要求された事件。結末は、男の子は無事に保護されたんだけど、誘拐したのは身内で、財産分与のドロドロを、めぐっての犯行であった。1986年10月、任天堂が、業務用ファミコンを販売。当時、旅館やラブホテルに行くと、設置されていた業務用のファミコンボックス。カセットを2本まで収納できて、コントローラーで好きなゲームを、選ぶことができるんだ。100円を入れて、数分間ゲームをプレイするのが、一般的スタイルだったんだ。任天堂はこの他に、マスターキー貸し出し方式と、オンライン決済の、3種類の商品を店舗に、提案していたよ。ちなみに、本体価格は、ゲームカセット10本付きで11万円、高価投入式の場合は12万円だったよ。あらゆるロケーションに、ファミコンを普及させようとするとは、さすが流通ネットワークで、100年の歴史を誇る、任天堂への称号が感じられる出来事だね。さすが京都人、抜け目ないですね。1986年11月、小説のような、カセットテープ付きのゲームソフトが、発売される。ゲームメーカーのイマジニアが、ファミコンソフトと、カセットテープ小説をセットにしたソフト、銀河伝承を発売するんだ。価格は、ディスクシステムなのに5000円。主題歌を、あの荻野目洋子さんが歌っていたり、有名声優が、キャラクターの声を担当したりするなど、メディアミックスをいち早く、取り入れていた作品だよ。でも、肝心のゲームは、バグがかなり多く不良だった様子。後に、魔獣の森伝説と、消えたプリンセスが発売されたけど、この手法は3作で幕を、下ろしてしまうんだ。当時、バッテージにつなげて、銀河伝承と、消えたプリンセスを買ってしまったぞ。1986年12月、ファミコンが流行語大賞の同賞に、選ばれる。1986年は、良くも悪くもファミコンのことが、ニュースになる年だったね。そして年末に開催された、第3回流行語大賞において、ニューメディア産業の夜明けを暗示したと、任天堂の山内社長が、流行語大賞の新語部門の同賞を受賞しているよ。当時の山内社長の、心境はいかに。ちなみに、新語部門の受賞は、美味しんぼで、グルメブームを担った究極デカリア鉄さんが受賞。流行語部門の金賞は、全く新しい価値観のもとに、行動する若者群を示した、新人類が受賞したよ。そういえば、そんな言葉もあったよね。今は死語だけど。1986年12月、おもちゃメーカーが、伝説に残るファミコンソフトを、発売。宝が、ヒット商品のトランスフォーマーを、ファミコンソフトとして発売した。テレビで放送されていたアニメ版が、10月末で終了したことを、受けて、その続きのストーリーを、ファミコン版で展開するメディアミックスを、試みた。その名もトランスフォーマー、コンボイの、謎。ここに、全国の子供たちを、絶望のどん底へと突き落とした、伝説級のクソゲーが発売されたのだ。この伝説のクソゲー、トランスフォーマーは、敵の弾が、背景と混同してほとんど、見えないにもかかわらず、一発当たったら即死など、ゲームバランスがめちゃくちゃ。バグ抜きでも理不尽すぎる難易度、あまりにもお粗末なボス、異常に短くひたすらループする BGM など、
ストロングスタイルのクソゲーとしては、隙のない出来と言っていい作品が、子供たちの前に登場する。ただし、アクションゲームとしての体裁は最低限に保たれており、キャラゲーらしく、創意工夫されている点もいくつか、見受けられる。当時のユーザーからは、難易度さえ調整できていれば、普通のアニスネタゲームだったのに。と惜しむ声も、発売から長い年月が、たった現在では、原作の人気や、クソすぎて見ている風にはむしろ笑えることなどから、妙に愛されているクソゲーでもある。だが、実際にプレイするとなれば、相当なストレスとの戦いになることは言うまでもない。もういい、もうたくさんだ、このクソゲーを破壊する。とコンボイ司令官になってしまうこと受け合いである。後に、バーチャルコンソールでこのゲームが、配信された時には、ゲンタからトミーが、自ら、高難度かつ、難解なゲーム内容は、多くの小学生のトラウマとして、残り、今でも伝説のゲームとして、語り継がれるソフトである。と言い切ってしまった。だからトミーは、罪を認めていたんですね。この頃に子供たちに、トランスフォーマーコンボイが、送りたかったメッセージは、世の中は、矛盾に満ちた世界なんだ、このクソゲーで社会の厳しさを、学ぶのだ。ということを教えてくれた作品でもあった。当時トランスフォーマーを体験した子供たちは、今は、立派なおっさんに育っているに違いない。今回はここまで。次回は、シリーズの最終回、1987年からファミコンの終焉までを、ご紹介させていただきます。ご視聴ありがとうございました。